久保さん、大谷翔平って誰ですかっていうフレーズいいっすね。<laughs> まあ本当に知らないのか知ってるのか、一度も聞いたことないのか、あれかもしれないですけど、大谷翔平さん今、多分 Yahoo ニュースとか、多分どっかでもなんか色々出てくると思いますね。なんかベイブル、メジャーリーガーで、えー、ホームランバッターで今よ50本ぐらい打ってるのかな、45? で、あと、投手もできるんですよ。 で、このホームランと、なんだ、この投げで、あの、ベーブ・ルース以来の記録を100年ぶりの更新するんじゃないかと。なんかその投げ、投げても一、もう一緒すると、なんか記録更新、なんか塗り替えるっぽいんですけどね。100年ぶりの更新みたいな。で、今、なんか騒,騒がれてるんですよ。ベーブ・ルースは知ってますか、久保さん。僕、ベーブ・ルースもなんかね、小学校の時なんか、図書館になんか、なんかベーブ・ルースみたいなのあったんですけどね。 なんか、学校のあれにあったような気がするんですけど。まあ別にね、あの、大谷翔平をく、あの、久保さんが知らなくても、まあ久保さんは自由に生きてるという事実でいいんじゃないですかね。<laughs> なんか多分、多分ね、いや僕も、大谷翔平知らないんだ面白いなと思ったんですけど、多分ね、今、多分結構国民の、まあまあの人の割合は大谷翔平知ってると思うんですよ。まあ普通にニュースバンバン出てるんで、 その僕はテレビのニュースはあんま見ないですけど、まあ、普通にそのヤフーとか LINE とかのニュースがポップで来るんで、まあ、そこでなんか大谷翔平どの子のって,て結構来るんですよ。で、まあ、YouTube でもね、なんかそのニュース、僕 YouTube の、今ユーチューブでニュース番組があるんですよ。まとめてくれてるやつが。それ結構見るんですけど。それで出てくるし。なんか結構ね、大谷翔平知られてると思うんですよ。で、多分久保さんが、 大谷翔平って誰ですかみたいな。えー、知らないのみたいな。多分、結構言わ、結構これ言われるんじゃないかなと思うんですよ。だけど、そのね、な知らないのって言っている指さした人は、久保さんみたいな生活はしてないでしょうね。逆に久保さん、いや、別に大谷翔平知らんくても、なんか楽しくやってるよ、みたいなね <laughs>。ね、久保さんね。いや、別にそれ、 俺の人生に関係あるみたいないや確かになんかまあすごいことでしょうねみたいなでも俺ホームランメジャーリーグ興味ないし別にこの年でね野球やるやらんと思うしみたいなね, <laughs> ねそれ応援してなんかそのなんか人生変わるみたいなまあそれが人生の生きがいだったらいいけど別に人がどう活躍しようが自分が活躍しないと。 大谷翔平選手がどれだけ活躍しようがあなたが活躍しなければまあ何も変わらないっていうね <laughs> そうまあまあねいろいろそのサッカーを応援するとか野球,選野球を応援するとかプロ野球とかねありまなんかそれああのプロサッカーとかありますけどまあまあまあ応援して楽しむっていう概念も僕ね応援して楽しむってあんまないんですよね 自分がプレイヤーなんで、やっぱ。うーん。ただまあ、大谷翔平さんはまあ、ただ結構露出度が高いんで、ニュースの。僕が見るニュースというか。まあ、まあ、でも今、あの、なんだ、まとめ番組。YouTube のニュースのまとめとかで見ると、ほぼ出てきますよ、多分。うん。 だから逆に久保さんは大谷翔平をここ、こを知らないっていうのは研ぎ澄まされてるなっていうのを <laughs> やばい。いや、まジでね、ちょっとリスペクトしましたね。ここまで情報が出てて,てまあ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 、ま、久保さんはどういう情報を見てるかわからないですけど、まあ結構まあ無動作にポップで出てきたりもするし、いや、ここ、結構しかもスパン長いんですよ、大谷翔平。結構その話題の。 ね、ニュースのそのりが <laughs>。いや、これで知らんかったぞ。いや、僕も知らんかったんですよ。3年前は知らんかったけども、ここ1年ぐらいですかね、多分ここ、うん。3年前知らなかったです。でも、これだけ結構出てるのに知らないっていうのは、やっぱ久保さんはね、すごいですね。さすが久保哲郎っていう <laughs>。いやー、これはね、ちょっとね、参りましたっていう。久保哲郎に参りました。行ってらっしゃい。